トッピー工業株式会社は自動車建設機械用部品を中心に製造する鉄鋼メーカーである。自動車用ホイール部門の国内シェアが高く、スチールホイールではトップアルミホイールにおいても2018年にアサヒテックを買収したことにより中央正規を抜き国内シェアトップに躍り出た。電気炉を持ち電気炉メーカーに分類される鉄鋼メーカーであるが、 ホイールを中心に自動車、建設機械用部品を製造する輸送用機器メーカーも兼ねる。製品には一般的な電気炉メーカーと同様に建築、土木分野向けの傾向、膀胱などがあるほか自動車用、建設機械用のホイールや立体などの建設機械の足回り部品がある。金属部門以外の事業ではクローラーロボットの製作や屋外、屋内広告の製作、 合成イカの製造を手掛ける。製造拠点は4つの製造所とその下にある3つの工場からなる。電気炉を置く豊橋製造所では、蛍光、膀光や建設機械部品を製造。豊川製造所と綾瀬製造所では主にホイールを製造し、下部組織の明快工場、倉手工場、羽村工場では、タイヤの組み立てを行っている。神奈川製造所は、 建設機械用部品の工場である。なお、本社は東京都品川区大崎一丁目にある。大手航路メーカーの日本製鉄が約20%の株式を保有する筆頭株主であり、トピー工業は日本製鉄の持分法的用関連会社に分類される。2008年より日本製鉄提携当時は新日鉄と提携しており、提携の一環として 新日鉄が持ち株比率を引き上げて関連会社とした。トピー工業は1964年に車輪工業株式会社、トート工株式会社、トート臓器株式会社、トート鉄鋼株式会社の4社が合併して発足した。初代社長は参議院議員を一期務めた藤川和明。ほか、ありがとうございます。